それでは、症状倍の発生と、哺乳類のホックス遺伝子群について説明します。それでは、はじめに、症状倍の発生について解説します。まず、はじめに、大切っていう用語について解説します。大切っていうのは、前後軸に沿って連続する、区切られた構造のことです。まあ、そう聞くとね、なんだかよくわかんないなと思うかもしれないけど、例えば、節足動物の幼虫、あ、まあ、みんながイメージする、虫の幼虫、なんかイメージすると、 こう、同じ構造がこう連続してるよね。ね。あの虫の幼虫なんかを想像すると。ね。それを大切っていうんだよね。そういった大切がしっかりね、形成されるためには、分節遺伝子っていうたくさんの遺伝子が働かなきゃいけないことが分かってます。この分節遺伝子が働いて、しっかり大切が形成されます。そして、ホメオティック遺伝子が各大切に個性を与えます。 まあ、ざっくり言うとこんな感じです。分節遺伝子が大切をしっかり作る。で、ホメオティック遺伝子がそれぞれの大切に個性を与える。アイデンティティを与える。ね。そんなイメージです。例えるなら、まずはじめにお部屋を作る。で、その後、それぞれのお部屋に個性を与える。ね。それぞれのお部屋を違った風に模様替えする。ね。そんなイメージです。 じゃあ、大体のイメージをつかんだところでもう少し詳しく見ていきましょう。こちらが症状梅の発生をもう少し詳しく描いた図です。ちょっと話はそれるんだけど、もともと症状梅の未受精卵、受精する前の卵には、ビコイドメッセンジャー RNA やナノスメッセンジャー RNA が入ってます。ちなみにそういうビコイドメッセンジャー RNA やナノスメッセンジャー RNA みたいに卵にあらかじめ入っているようなもの、メッセンジャー RNA やタンパク質、 それを母性因子って言います。受精後にビコイドメッセンジャー RNA やナノスメッセンジャー RNA は翻訳されてビコイドタンパク質やナノスタンパク質ができます。もともとビコイドメッセンジャー RNA は前の方にナノスメッセンジャー RNA は後ろの方にと存在しているんで、こんな風にビコイドタンパク質も前の方にナノスタンパク質も後ろの方に多く存在するようになります。 ビコイドが前、ナノスが後ろ。ね。語呂合わせで覚えちゃおう。ね。ビコイドなの。ビコイドなのっていう語呂合わせで覚えちゃおう。ビコイドが前、ナノスが後ろ。そして次に分節遺伝子が働きます。分節遺伝子は三つの大きなグループに分けられます。ギャップ遺伝子、ペアルール遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子です。ちなみに、こういう受精卵の中にあるタンパク質が ギャップ遺伝子の発現を制御していることも分かっています。で、このね、ギャップ遺伝子、ペアルール遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子っていう3つのグループの遺伝子が大切な形成を制御している。そう考えられています。まあ、ギャップ遺伝子、ペアルール遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子が具体的にどんなことをやってるかは知らなくて大丈夫です。ギャップ遺伝子って言っても1個の遺伝子ではなくて、 いくつかの遺伝子のグループです。ペアルール遺伝子も、セグメントポラリティ遺伝子も同様です。いくつかの遺伝子のグループです。ま、こういうギャップ遺伝子、ペアルール遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子みたいな分節遺伝子が働いて、体節が作られていくんだなって、ね、知っとけば大丈夫です。そして、分節遺伝子は、体節を形成するだけではなくて、ホメオティック遺伝子の発現領域も制御しています。そして、 ホメオティック遺伝子が各大切に個性を与えていくんですね。ホメオティック遺伝子によって、触覚とか足とかいう器官がどの大切から作られるかが決まってくるわけです。分節遺伝子が働く順番がね、たまに問われるから、まあ一応確認しておこう。ギャップ遺伝子、ペアルール遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子。まあ大体この順に働くって知っとけば大丈夫です。一応語呂合わせで覚えとこう。 ギュッとペアルックのホリデイ。ギュッとペアルックのホリデイ。ね。こんなイメージね。まあ、この二人はこれから分かれなきゃいいですね。分節遺伝子だけにね。そして次に、ホメオティック遺伝子が各大切に個性を与えていきます。で、そのホメオティック遺伝子、ね、そのホメオティック遺伝子に突然変異が起きると、ホメオティック突然変異体が生じることがあります。 ホメオティック突然変異体っていうのは体のある部分が別な部分に変わってしまっているような突然変異体です。例えば、アンテナペディア突然変異体は触覚が足に変わっちゃった。ね、ちょっとびっくりだね。触覚が足に変わっちゃったような突然変異体。他にも、ウルトラバイソラックス突然変異体は平均根が羽に変わっちゃってる。 そんな突然変異体。普通症状映えって、羽は1枚、2枚の2枚しかないんだけど、ウルトラバイソラックス突然変異体は、1、2、3、4枚の羽を持つことになります。こういう体のある部分が別な部分に変わっちゃうような、そんな突然変異を、ホメオティック突然変異って言うんだけど、それはホメオティック遺伝子がね、ちょっと壊れちゃったから、 そういうホメオティック突然変異が起こるんだね。症状前のホメオティック遺伝子についてちょっと見てきたけど、実はホメオティック遺伝子って1個の遺伝子ではなくて、こういくつか数があるんだね。それらのホメオティック遺伝子は2つのブロックに分かれて同じ染色体上に存在してます。1つ目のブロックをアンテナペリア複合体、2つ目のブロックを バイソラックス複合体って言います。で、その2つのブロック、アンテナペディア複合体とバイソラックス複合体をまとめて、ホメオティック遺伝子群と言います。次に、哺乳類のホックス遺伝子群について解説します。実は、症状媒のホメオティック遺伝子群、実はね、その症状媒のホメオティック遺伝子群も ホックス遺伝子群っていうこともあるんだけど、ま、症状媒のホメオティック遺伝子群。これは1個しかないんだけど、マウスとか人みたいな哺乳類は、それと同じようなものを4つも持ってます。別々な染色体上に4つもね、症状媒のホメオティック遺伝子群みたいなものを持ってるんですね。その症状媒のホメオティック遺伝子群にとっても似たもの、ね、 これらをホックス遺伝子群と言います。哺乳類はホックス遺伝子群を4つも持ってるんですね。これね、このセットね、このセットがまるで症状映えのホメオティック遺伝子群とそっくりなんだね。このセットをマウスとか人みたいな哺乳類は1個、2個、3個、 4個持ってるんだね。これ別々な染色体上に持ってるんだね。まあ、このね、あの4つのホックス遺伝子群の名前は全然気にしなくていいんだけど、ね、症状場へのホメオティック遺伝子群によく似たもの、ね、全く同じではないんだけど、よく似たものを、マウスとか人みたいな哺乳類は1セット、2セット、3セット、4セット、ね、4セット別々な染色体上に持ってるんだね。 最後に少し面白い特徴が発見されているからちょっと触れておきます。スライドには症状場へのホメオティック遺伝子群と哺乳類の4つのホックス遺伝子群を描きました。どちらも DNA 上に遺伝子がずらーっと並んだものです。で、この遺伝子の並び方、ね、遺伝子の並び方に非常に重要な意味があることが分かってきました。例えば、 こっちの方にある遺伝子は発生の早い段階で、で、こっちの方にある遺伝子は発生の遅い段階で発現する傾向があるってことが分かってきました。また、こっちの方の遺伝子は体の前の方で、こっちの方の遺伝子は体の後ろの方で発現するってことが、そういう傾向があるってことが分かってきました。つまり、 この遺伝子が並ぶ順番っていうのは非常に重要な意味を持っていることが明らかになったんですね。なんとなくね、遺伝子発現を勉強した直後は、まあ、DNA 上のどこにね、その遺伝子が DNA 上のどこにあろうがあんまり関係ないじゃんって、ね、思ってしまいがちだけど、実はね、これら、ホメオティック遺伝子群、ホックス遺伝子群、遺伝子が並ぶ順番がこれ非常に重要な意味を持っていたんだね。 これちょっと不思議で面白いことだよね。あと、症状映えと哺乳類、ね、これほどかけ離れた、ね、生物に同じような仕組みが、ね、保存されてる。これもとても不思議で興味深くて面白いところですよね。ではお疲れ様でした。ちょっと難しい話もあったけど、ま、分節遺伝子とホメオティック遺伝子ぐらいはね、チェックしておきましょう。では復習してみてください。